さん、おはようございます。ティンダーミャクボキンタケです。今日は宮城県蔵王ハイラインの話です。蔵王ご存知でしょうか？蔵王周辺にはまあ、蔵王温泉、東海田温泉、東海田、東海田、ごめんなさい、歌って、はい、山寺。あとはまあ、仙台といえば伊達政宗ですよね、はい。森の都仙台、あとは松島は日本、まあ、仁王島、金島、勝田島、本当にすごい観光地でございます。はい。蔵王ハイラインは本当にね、行くのに時間がかかりますよね。はい、山。車でだいぶかかりますしね。はい。山頂は本当にね、難しいです。はい。ぜひ、登山したいですね。はい。というわけで、はい。蔵王ハイラインのお話でした。バイバイ。